入れ。妙な真似はするなよ。お疲れ様です。ではこちらで連行します。犯罪組織の幹部クラスだぞ。たった一人で護送するのか。ヤヌス区分局特捜班では力不足だぞ。いや、身体検査で見つかった武器とハンドバッグだ。それと尻尾には気をつけろ。ええ、ご心配なく。報告書の作成もこちらで引き継ぎますので。了解。ご立派な治安官さんだこと、はじめましてね。はっ、新入りの富谷です。主演長官の命により参りました。貴重な手がかりをご提供いただき感謝いたします。与えのものはメイク落とし、着替え、新しいシムカードと証明書を用意しました。あ、先に手錠を外して。もう外しちゃったんですか。近くに人がいるかもしれないでしょ。早く乗って。星はもう全員あげたの？あ、進行中です。あなたの勇気、果断、忍耐のおかげでって、な、何してるんですか。あの、ジェーンさん？着替えただけよ。何もしないで。変装したままってわけにもいかないでしょ。それに、こんな誠実で勇敢で可愛い治安官さんが覗き見なんてね。絶対に覗きません。あ、さっきあなたは犯罪組織に単独潜入し壊滅に追い込んだって。よそ見しない。何をしてるんです。念のためカメラは全部止めておきましょう。治安局の中でもあたいの素性は滅多に知られてない。尻尾が。ああそう。レコーダーも切れなきゃ。生きてる。で、さっきの話だけど、続きがあるの？その、私はあなたをとても尊敬してて。続いて夜のニュースです。午後、エーテル資源の違法取引で犯罪組織の構成員と女幹部の計8人が逮捕。事件解決の鍵となったのは治安局の鑑識課による発見で。あなたの正体は明かせないのです。それで8人。はい、値を入れて9人じゃ。やっぱりここで止めた。まさかお一人で。心残りはちゃんと消しとかないと。私もご一緒に。そうだ、あたいの印も消しといてね。